僕はブレイキングダウンのオーディションの喧嘩を止める役として、配信を行ってます。はい、喧嘩を止める側として、その喧嘩がどれだけ仲裁が難しかったかという仲裁レベルを、独断と偏見でジャッジするという配信をしてるんですが、はい、今日はブレイキングダウン7のボリューム2の、動画が配信になりました。今回まさかの取っ組み合いの乱闘がないです。出る幕なしと。最後にちょっと悟さんが乱闘チックになったんですけれども、今回ほぼ出番なしということで、まずですね、ちょっと気になっている本編ではカットされた乱闘を見ていきたいと思います。はい、鬼丸ホームさんの動画、YouTube チャンネルで上がっているものなんですけども、はい、こちらなんですけども、こちらの黄色い服を着た方が、おそらく鬼丸さんの、別れてしまった前の家庭の息子さんで、ずっと因縁があって、黄色い方はこう自分が捨てられたと、言ってるんですね。俺ら親子は捨てられたと。で、こう因縁があってここで対峙するという形なんで、詳しくはですね、鬼丸ホームさんの動画を見ていただければなと思います。この親子喧嘩乱闘のレビューをしていきたいと思います。はい。ずっとですね、立ち話が長かったですね。1分以上あったのかな？ずっとレディしていたんですけども、近くでね。やっと始まりまして。はい。用意ドンと。はい。この乱闘でですね、僕、実は謝らなきゃいけないことありまして。はい。ちょっと皆さんにも見ていただきたいと思うんですが、はい、マルタ登場です。この間にしっかり入りました。入ってですね、ガーッと掴んでいるところ剥がそうとする、この息子さんのこう掴む力、バインド力が強すぎてですね、なかなか剥がれないと。で、こういう時どうすればいいかっていうのを僕は知ってます。手を狙う、掴んでいる手を狙ってあげると、手首とか手を狙ってあげると剥がれるんですよね。で、問題のシーンはここからでして、手首を持ちまして、掴んでいるのを剥がすと もう一度見ましょうか。剥がすとどうなったかというとですね、アニマルさんのスーツがですね、破けました。ジャケットが破けました。これは僕のせいかなと思ってます。弁償するですね、経済力もないんですが、おそらく高いものでしょうし、経済力もないんですが、心からですね、お詫びを申し上げたいと思います。はい。ずっとですね、この兄弟お揃いのスーツ、ジャケットでいらしてたんですけども、鬼丸さん、はい、ずっと穴が開いたままですね、その後もいらして、ちょっと申し訳なかったな、すいませんという気持ちがいっぱいでございます。はい、そのおかげというか、その影響と言っちゃなんですけども、剥がれまして、なんというかですね、良かったのかなと 良かったのかな、悪かったのかなっていう、乱闘の仲裁でございました。この乱闘の仲裁のレベルをつけるとしたら、結構しんどかったですね。レベル5でございます。5。はい。で、申し訳なかった度で言うとレベル10でございます。結構乱闘で物が壊れたりとか、アクセサリーが外れてしまったりってのはあるんですけど、服がですね、あそこまで破けるっていうのはなかったもので、ちょっと申し訳なさが後を引いております。はい。この後ですね、親子スパーリングがありまして、感動のエンディングとなりました。この親子の因縁があって、スパーリングがあってっていう流れの中ですね、本当にブレイキングダウンの会場かなという謎の爽やか感がありましたね。はい。話題はブレイキングダウン7ボリューム2の話に戻っていくんですが、僕的にですね、扱った組み合わせ、試合決定になった組み合わせ2つありまして、1つ目は、ブレイキングダウン3で僕戦いました、川島選手が飯田選手と決まったやつ、激アツですね。
バチバチの殴り合いができる2人が、当たって、どうなるんだということですね。はい、まあ、というのも、私川島選手に、勝たせていただいておりまして、もし川島くんが飯田さんに勝つ、まあ、僕川島くん勝つと思ってるんですけども、飯田さんに勝つことがあれば、なんか過去に川島に勝った丸太なんか強えんじゃねえのっていう妄想が皆さんの間にこう広まってくれという思いがありました。純粋に川島くん、好青年で一丁に強いファイターなのでめちゃめちゃ応援してます。続いて安井ヒューマ選手とポーランドの資格選手が対戦決定になりました。はい、これも熱いですね。ブレイキングダウン4で、安井選手とは、戦いまして、腕十字で一本負けしました。でその安井選手がポーランドの資格選手と戦うと MMA ルールですね、で戦うとなると、かなり面白い試合になるんじゃないかなと思います。ただですね、ブレイキングダウン6から MMA ルールの、ルールがちょっと変わってます。何かっていうと、結構ですね、前のブレイキングダウンのルールってグラウンドの選手に対してすごい有利な、まあ、ルールです。グラウンドで負け2回負けてる井槌選手寝かされて負けてます、安井選手寝かされて負けてますっていう僕が言うのもなんなんですけど、ルール的にめちゃくちゃ、グラウンドの選手有利なんですよ。寝かしに来るっていう、タックルしに来る選手には有利。というのは、顔面のに対しての膝の攻撃がなかったです。タックルに対する、膝の脅威ってなかったら僕はかなり不利なんじゃないかな、そのタックルされる側の人間としてはって思ってました。で、レキナル6からそのルール変わりまして、顔面の膝 OK だったんですね。ってなると安井くんも簡単にテイクダウン取れないんじゃないかなと、睨んでおります。はい、そういったルールの変更もありながら、これは見物だぞという喧嘩の仲裁をしてるんですが、元出場者の目線からも、ね、お伝えできますので、まあちょっと需要があれば勝敗予想なんかもやっていきたいと思っております。はい、最後ですね、ちょっとおまけになっちゃいますけども、サトル選手のこのものすごいガン飛ばしを見ながらお別れしたいと思います。すごいですね、これで引かない東大お相撲選手、すごいですよね。はい、一応こう入ってますけども、あからさまな乱闘にはならず、これかっこいいですよね。ちゃんと絶戦でやるというラッパーならではの戦い方、盛り上げ方ですね、かっけえ。以上、もうですね、乱闘あったかなって思い出すのも難しいですけども、乱闘があればというか乱闘がなくても配信やっていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。